一輪車スピードラーニングタチピルエットバック。今回は2種類。まずはすぐにバックするやり方です。ピルエットをしたら後ろに少し体重をかけます。この時円の内側に体重をかけすぎるとバランスが崩れやすいです。何度も挑戦して体重のかけ具合を調整してみましょう。次に一度前に進んでからバックするやり方です。連続ピルエットと同様に足を少し浮かせ前に進んだ後クイックをします。ピルエットしたら前に進む練習から始めてみましょう。レッツトライ。次回もお楽しみに。